馬かろう安かろカ亭亀戸店、馬かろう安かろう亭は、かつてオウム真理教の還元会社である、株式会社マハーポー社が開いていた、豚骨ラーメン店チェーン。ここでは、オウムが経営していたその他の飲食店についても述べる。当初は、オウム真理教との関係を隠して営業していたが、店内には、村井秀夫が主犯となって開発したとされる空気、清浄機、 コスモクリーナーが設置されていた。地下鉄、サリン事件以降、オウム心理教の関連企業であることが報道されるようになると、開き直ったかのように、オウム心理教関連のビラや書籍を置くようになった。朝原が逮捕された直後は、深夜遅くに、オウム心理教の歌を店外にまで聞こえるほどの大ボリュームで流していた。従業員はすべてオウム真理教の信徒で賄われており、 店での労働をワークと称する修行の一環として言っていたため人件費はほとんどかかっていない。この経営スタイルはパソコン店でも同じように行われていた。ただし税務上の問題から従業員には一定の賃金を支払ったとする形にはなっており、そこから伏せという定裁を取ることで教団に還元させるシステムだった。創業年は不明だが、 1995年5月に、朝原昌光が逮捕されたことに伴い、直後に閉店、廃業に追い込まれている。オウムはうまかろうやすかろう亭以外にも、喫茶店、カフェうまかっちゃんやカレーや、運命の時、宅配お好み焼き店、アラカンを出店していたが、ラーメンやカレーのメニューの内容は有名店のコピー的なものや宗教的なものとなっていた。また、 アストラルドリンクという独特の飲料なども提供していた。また、この他に、オウムの名前を全面的に出した弁当やオウムのお弁当屋さんやスナック、オウムのスナック屋さんも運営しており、こちらは、朝原昌光の顔のイラストをトレードマークにしていた。ちなみに、弁当屋は、教団内においては完食であったというが、朝原が仕事の意義について説くと信者は納得して、 仕事に励んだと伝わる。ルックルックこんにちはの司会者であった岸辺志郎が社長へのインタビューを行った際、オウムのお弁当屋さんの常連客であったことを告げたところ、それまで競争前としていた朝原が急に表情を緩め、普通の人になったという、荒間東京都新宿区、歌舞伎町、後に流行りに改名、さらにカジノ店、ガネーシャに変更、ありがとうございます。